毎度、教育ジュートです。はい、今回の動画は、4月9日、はい、行われた、村田さんとゴロフキンの試合の感想、はい、動画なんですけど、試合から日経ってるんで、ちょっとあれなんですけど、展開予想の動画も見た人は見たと思うんですけど、予想してた通りのイメージで、まあ見たんですけど、なんか全然それをもう凌駕したっていうか、結果はね、まあ、村さんがあの9ラウンドで、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、TKO かストップで、まあ、負けなんですけど、僕が思ってた以上にその村さんのやっぱこうフィジカルとかパワーが、あのね、ゴロフキンに対してすごいこう通用してたっていうのが、まあ、びっくりっていうか、やっぱね、ゴロフキンタフですし、すごいこうね、あの世界トップ選手ずっと勝ってきた選手なんですけど、まあ、その相手に序盤出だしがすごい良くて、こう下がらせれたらチャンス来るかなっていう予想はしてたんですけど、まさしく1ラウンド目からしっかりワンツー打ち込んで、こう後手に回らせてたっていうゴロフキンを、やっぱパワーありますね。なんか今までの村田さん以上に仕上がってたし、なんかめちゃくちゃ強になってたっすね。ね、ボディストレートとか、うん、ボディストレートとかもね、2ラウンド目ぐらいからも打って、まあ2ラウンド目からもボディで上下打ち分けては結構こうガードに回らしてたんで、多分そのゴロフキンもこう序盤はこう村田さんのパワーだったりスピードとか、まあコンビネーションとかこう洞察するラウンドにしてたんかなって序盤は思ってたんですけど、多分そうやってたんですけど、村田さんのパワーが思ったよりもあったんで、すごいこう嫌がってたっていう、ゴロフキンが下がる場面が多かったですよね。あんなに下がると思ってなかったです、僕正直。で、あれだけ嫌がるとも思ってなかったし、どっちかっていうと村さんが下がらされるんじゃないかなっていう、だからまあ下がらせれればチャンスって思ってたんですけど、その展開が序盤からやったんで、ボディも嫌がってたし、結構面食らったんじゃないかなっていう、ゴロフキンは。けどどうなんですか、その右ボディストレート結構打ってたよね、はい、ああやって効くもんなん。いや、やっぱど真ん中ね、打ち抜けば効きますし、やっぱ嫌ですよね。やっぱりボディって、あのボディアッパーだと結構距離近くないと打てないんですけど、はい、ボディストレートって言えば、まあストレートの距離でも届くパンチなんで、はい、遠い遠からでも打てるパンチですよね、ボディストレートっていうのは。だから近くなればボディ来るなとかっていう、こうできるんですけど、やっぱこの中間距離からボディ打たれるとやっぱ嫌ですよね。この受ける側からすれば選択肢が上だけじゃなくて下にも来るっていうので、より警戒しないとダメですし、効果的でしたね、ボディストレートも。嫌がってましたね。そうですよね。うん、だからまあすごい出だし良かったけど、やっぱりゴロフキンも4ラウンド目ぐらいからパワーでっていうよりも技術で対抗してきたなっていう、はい、言えばこう中間距離でもフックでもガードの隙間を縫って打ったり、ああいう技術って、僕も前回アメリカで試合した時も、はい、こう耳ら辺を叩くみたいな、ああいう感じでフックも打っては縦のアッパーも打ってボディ打ち分けてっていうのを4ラウンド目ぐらいからですかね、ゴロフキンがこう打ち分けてきてたなっていう。やっぱりね、キャリアある選手ですよね。序盤あれだけ下がってこう肩で息してたんですけど、ゴロフキンはしっかり回復力もあるし、こう修正してきましたよね。強かったけど、やっぱりパンチ力めちゃくちゃ強いありますね。でもパワーだけやったら、多分僕見てて思ったんですけど、はい、パンチ力とかだけやったら村田さんの方があるんじゃないかなっていう、はい、あ、本当ですか。うん、あのガード越しでも結構相手吹っ飛んでたんで、後ろで、はい、後ろにこう吹っ飛んでたんで、はい、パンチ力とかだけやったら村田さんの方が上やったんかなって思いますけど、はい、引き出しの数とかはやっぱゴロフキンの方が上でしたね、ジャブにしろ。あとフックっていうか、なんやろ、あのこういう角度からこう構えてたらこの角度で飛んでくるんですよ、フック。やっぱ言ってた通り、あのパンチも打ってましたね。おでこらへんですけど打ってて、まあ、ゴーガードしててもこの角度から飛んでくるんで、ボラードとは違うんです。なんかボラードっぽいですよね。でも前の手で打ってたんで、やっぱこう肩の可動域とかが広いんでしょうね、他の選手比べて。なんかこう球体を殴ってるみたいな、こういうね、打ってるんで、あれ、あの角度で打って効かせれるってすごいですよね。そうですよね。うん、でもなんか村田さんもなんか今までだったら結構ワンツーと右アッパー左ボディとかっていう、結構なんかパターン的にもそこまでこう多い
打ち分ける選手っていうイメージじゃなかったんですけど、今回右アッパーでもこうしっかり効かすアッパーとかゴーンって打ってたし、今までにない村さんやったなっていうのを思いましたけどね。うーん、うん、よかったな。けどダウンとかなく、もうそうですね、あれでもタオル、うん、タオル最後ね、あのタオルやったけど、コツ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 ダメージ蓄積するパンチゴロフキン打ってたんで、うん、一発打ち抜くっていうよりもゴンゴンゴンっていう、うーん、最後ね右側頭部かこうヨロヨロってなってましたね。うーん、あれだからもう最後聞いたけど、なんやろ、最後まあタオルもこう手についた時にタオルやったんで、まあなんか ダウンしてないというか、まああれですけど、うーん、まあもうあれは妥当な賢明な判断やったんじゃないかなっていう、まあ、村さん自身も言ってますしね、終わってからインタビューでタオルのタイミングはっつって、うーん、本田会長がなんかタオルを投げたみたいな、ああれ本田会長が投げたんですね。はい、けどそのタオルを投げるってトレーナーからしたらすごい難しい。いやでもやっぱりトレーナーってこう選手を勝たすためにこうね、日常からこうトレーニング励むんですけど、やっぱ命守らないとダメなんで、怪我なく無事にリングに降りさせるのも仕事やと思うんで、やっぱり命守らないとダメですね。ゴロフキンも言ってたし、村さんもこう無事リング降りれると思うっていう風にね、試合終わってすぐ言ってたし、なんか結果ダメやったんですけど、なんか今まで村さんの試合見た中でなんか一番なんかいい試合やったというか、こういろいろ感じた選手っていうかね、ファンの人多いんじゃないかなって思いますし、うーん、でまあ試合終わってから僕の階級の WBC のね、寺地健志郎選手、はいはい、なんかツイッターで翌日なんか試合しようよみたいな感じで名指しで言われたんで、はい、なんか今までなかったんでね、僕はね YouTube とかでもなんかいろいろメディアとかでも言ってたけど、健志郎選手本人から向こうからああやって発信してきたの初めてやったんで、思うと思って結構反応もあったし、まあ、僕もねやっぱ内部統一っていう WBA の統一の指名戦定められてるんで、はい、それクリアしたら、まあ、年末あたりやれたら面白いねっていうふうには言いましたけど、そうやってこう奮い立たせられた試合でしたね、村さんの試合は。そうですよね、結構なんかすごい煽ってきてますよねえ、だってなんかこの間後楽園ホールであったイベントでなんかリング上で言ってましたね、名指しで京口選手とやりたいです。はい、今さら感はありますけど、まあ、でもね、ファンの人はすごい楽しみにしてますしね。うーん、とりあえずなんかこれでなんだろう、すぐに決まんなかったらこうファンの人とか事情知らない人は逃げてるとかマジでなんか逃げてるってコメントちょくちょく来るんですよ最近。はい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 、いやいや逃げてるとか何も逆にじゃあ今まで僕がメディアであの WBC の健志郎選手ともやりたいって言ってたのもなんか向こうは逆にあ やれたらいいねぐらいやったんですけど、はい、だから今逆になってるじゃないですか。 そうですね、それでなんか僕めっちゃ逃げてるって言われるんでいやいやそれは違う。 WBA の指名戦言われてるんで、なんかそういう事情知らない人には僕が仮に次の試合の相手が健志郎じゃなかったら、まあ、逃げたみたいな、だからそういう風に言われたら嫌ですよね。あ、何なんですかねやっぱまあ仕方ないですけどね、そういう事情知らなかったら。まあでもなんかああやって普段自分から言わない人がね、健志郎選手が自らなんか昨日の試合すごい良かったみたいなんで、はいはいはい、俺がやるんやったら京口選手とやりたいみたいな、盛り上がると思うみたいな感じで言ってたんで、まあ、僕もに同じよう なんか感覚っていうか感じになったんで、なんかそういうケツ叩かれた選手多いんじゃないですかね。そうですね、日本のボクシングがもっと盛り上がりそうですね、うんうん、いやなんかもう言葉にするの難しいけど、今までの試合見てきた中で一番良かったですね。あ、うん、なんかそういう同じボクサーなんで、僕も同じ風にそういう風にファンの人とかこう勇気づけるみたいな試合したいなって思いましたね、あの試合見て。ねえ、すごいっすよね、いやもうとりあえず内容薄いけどすごいしか言えないっていう動画ですけどね、今回村さんがこういう大きな試合したんで、僕もいつかしたいなって思うんで、ぜひコメント欄で煽ってほしいですねただその WBA の正規のチャンピオンとやらないとダメっていうのはもう指名されてるんで、自分はそれクリアしてから多分年内にやれると思うんで、とりあえず僕は次クリアして健志郎選手と統一戦したいと思ってるんで、皆さんコメント欄でぜひ盛り上げてくださいいいですねじゃあではこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。